週の素敵な歌のお客様です。小柳ルミ子さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。とっても素敵なドレスで、はい、ありがとうございます、ね、あのなんかちょっとこう動いたりすると足元がポッと見えたりして、はい、そうです、ね、あのリリアンという、はいはい、衣装なんですか。そうですね、あの自分で、はい、あのデザインをしました。ご自分で。はい、あ、そういうこともやってらっしゃるんですか。私は自分の衣装は全部自分でデザインしてます。いろんなところに才能をお持ちなんですね。いやでもあのね、はい、例えばあの舞台とかステージなんかでは踊ってらっしゃいますもんね、はい、ダンサーですもんね。やっぱりあの私のステージはもうただこう立って歌うだけのステージではないので、はい、あの動いて綺麗なもの、うん、あのそういうデザインをいつも心がけてるので、はいはい、特に今回の新曲は、はい、あの自分で振り付けして踊りますから、わ、はい、なのでもう動きやすいように、はい、はい、それの衣装なんですね。そうです。あ、そうでございますか、はい、それはちょっと楽しみでございますけれども、はい、でもこうやってね、はい、こうご一緒させてもらってるんですけども、はい、もう随分いろんなところでお会いしますけれども、はい、本当に変わられないですよね。そう、いやもうね、今日ねこの衣装をちょっと着て、あ、はい、ちょっと 1.5 ぐらい太ったなと、いや本当に皆さん聞きましたか。そうなんですよ、もうね、あのやっぱりあの歌ってほらこの横隔膜を、はいはい、ね、ここでブレスして歌うじゃないですか、はいはい、だからここがね、ちょっとでも太るともう苦しいんですよ、だからね今日はちょっと苦しいのです。あらららら、はい、これでクミちゃん聞きましたか、はい、いやどうしましょう。どうしますか。いやいや、どうしましょう。本当にだから大変よね、プロはね、はい、本当にそう思います。でもその体調を維持するためには何かやってらっしゃることなんですか。私はあの日々もう毎日の生活の中で、はい、あの柔軟、ストレッチ、筋トレやってます、はい、普段の生活の中でっていうことは、もう家事をしながら、お掃除をしながら、テレビを見ながら、お風呂に入りながら。例えばどういう形なんですか。それはね、秘密。秘密なんですか。そのうちあのそういうながらエクササイズのね、本でも出版しようかなと、そういうあの声をたくさんいただくので、はいはい、あ、それちょっとぜひ皆さん楽しみですよね、うん、楽しみにしておきたいと思います。、はい、さあ今日、ね、はい、新しい歌をこの衣装で歌っていただく歌を用意していただきましたけれども、はいはい、青リンゴと言います。青リンゴ、はい、この青リンゴっていうのはなんか変わった作者の組み合わせなんですね。作曲が平尾正明先生 で、はい、先生で、作詞が人と陽さんなんですね。人と陽さんとの、ね、平尾先生との組み合わせって面白いですね。そうですね、はい、で人と陽さんが、はい、まあ、私 の、 まあ、今までの楽曲をこう聴いてくださって、はい、でルミ子さんはそのとてもこう自立してね、うん、かっこいいあの女性のように思う、うん、ええ、でもそのもう十分に熟した女性がその時折見せる女の可愛らしさとか弱さとか、うん、はい、あのそういう儚げな感じ、うん、それをあの大人の女が堂々と出したらかっこいいんじゃないかなと思って、でこういう詩を作りましたと。ああ、そうですか、はい、もうなんかそれだけで見るところがちょっと違いますね、観点がね。もうすごいやっぱり人と良さならではの感性で、すごくなんかあの斬新な、ああ、そうですか、歌詞がつきました。ああ、ちょっと楽しみでございます、はい、はい、それじゃあ早速披露していただきたいと思います、はいはい、小柳ルミ子さんで青リンゴ。